からないよ。どっちに行こうか。どっちでも。僕はタケルについていくだけだから。じゃあこっち。うん。
お前はいいデジモンのはずなんだ。黒い歯車に負けるな。
歯車だ。選ばれし子供たち、倒す。レイオン。ビットファイヤー。えい、
選ばれし子供たち、倒す。ダメだ。前のように黒い歯車が両門から出ていかない。どうすればいいんだ。太一さーん、こうしろ。ミミ、すごい情報があるの。聖なるデバイスの力を掴んだんです。聖なるデバイス、これか。聖なるデバイスは暗黒の力を消すんです。よし、俺がやる。選ばれし子供たち、倒す。今だ。俺も。私はまずい、ガキどもが。俺一人であいつらにかなうわけねえだろ。いつの頃からだったか噂が流れ始めた。世界が暗黒の力に覆われた時、別の世界から選ばれし子供たちがやってきて世界を救うというもの。それで俺たちは選ばれし子供たちってわけか。だけど証拠はないんだろ。選ばれし子供たちはデジモンを進化させる力を持つという。もしそうなら暗黒の力を消滅させれば僕たちはこの世界に不必要になる。何言ってるの、コウシロウ君。つまり元の世界に戻れるかもしれないってことですよ。本当に？だな。そのために、暗黒の力の中心にいるデビモンを倒さなければならない。やろう、みんな。奴を倒さなきゃ生き延びることはできないんだ。そうですね。それに僕たちには聖なるデバイスもあるし。ミミも頑張る。怖いけどお家に帰りたいし。そうだな、やるしかないな。私も協力しよう。よし、決まりだ。